こんにちは、私の名前は西村と申します。クラス D アンプリファイアの設計をしております。今日はですね、クラス D アンプがいかに高効率か、そしてまあ実際のアプリケーションで、我々の製品がどうして、そのような理想的な高効率を保つことができるかということを説明したいと思います。まず最初に、これが簡単なクラス D アンプのまあ回路図になるんですが、実際にあのスイッチが4つありまして、スピーカーの両端に、まあ、VDD を加える、 VDD グラウンドを加える、またはそれを反転させるという動作をしています。従いまして、まあこのスピーカーの両端の電圧を見ますと、このようにで高い電源電圧か低い電源電圧のどちらかがかかっているというスクエアウェーブの形になります。そうしますと、これらのスイッチは常にオンしているかオフしているかということになりますので、スイッチで発生する、スイッチの両端に発生する電圧効果は非常に低くなります。スイッチの損失というのは、ここに発生する電圧かける流れる電流ですので、ここの電流がほぼゼロになりますと、損失もほぼゼロに近くなるということが言えます。まあ実際に、効率がどのようになるかという形、どのようなものになるかというのは、このような簡単な、まあ、音抵抗とスピーカーの抵抗で、下側のこの音抵抗を考慮したモデルでほぼ近似することが可能になります。例えばですね、このスイッチが、まあ、0.4 オーム、スピーカーが8オーム、下側の設置も 0.4 オームとしますと、効率はこの抵抗の比で表すことができます。 0.4 オームの音抵抗というのは、まあ、結構大きめなものなんですが、それでも 90% の効率を達成することが可能になります。まあ、ここまでは理想論です。実際はですね、オーディオの、平均的な出力電圧というのは、まあ、最大に比べるともっともっと低くなりますので、この損失プラス、まあ、チップ自体が消費するクイエシェントカレント、チップの消費電流も考慮する必要があります。また、ポータブルアプリケーションでは、この LC フィルターというものを、まあ、つけられない場合が多いので、ほとんどのアプリケーションでは、まあ、直接、こことここをつなぐことになります。で、そうしますと、スピーカーの両端に、まあ、直接 VDD、マイナス VDD のスクエアウェーブが加わることになります。ところが、そうしますと、スピーカーのインダクタンスというのは、もうあまり大きくないので、VDD、マイナス VDD による電流がほぼ流れていってしまうことになります。そこでですね、アナログがどういう方式をとっているかと言いますと、まあ、音が出てないときは、ここの両端を、グランド、グランドか、プラスプラスというどちらかの状態にしといて、電位差がないようにします。で、いざ、音を出す必要があるときだけ、まあ、プラスマイナスかマイナスプラスというふうに、電位差を発生して、スピーカーの両端に電流を流すような方式をとっております。まあ、このような方式をとることで、アナログでは、実際のポータブルのアプリケーションでも十分な効率が得られる方式を採用しております。詳細の方はこちらの方、どうぞご覧ください。以上です。